社資源法に関しては福島県はもとより原発事故に関わる多くの方が期待をしていたところですが、なかなか基本方針が出ないということで、まあ、1年2ヶ月待たされたんですけども、絶対中身についても被災者にとっては十分満足できるものでないということで、100万近い署名が集まったということで、ぜひ重く受け止めていただいてですね、考慮いただき、前進した回答をいただければありがたいというふうに思っています。96万3167必要ありますが、その一部でありますけれども、よろしくお願いをしたいと思います。96万を超える署名が集まっていますが、これはですね、昨年の11月から急遽集めた署名ですね。ですから私はですね、個人的には、まあ、2、30万集まればいいかなと、期間も少ないしというふうに思っていたら、96万を超えるですね、署名が集まったと。これはですね、このことに関する市民社会の何て言いますか、その関心というものがですね、ものすごく強いというふうに受け止めています。国もですね、このことをしっかりと受け止めてですね、本当に福島の県民の被災者の方々のですね、思いに沿ったですね、政策の展開をしてもらわないといけないなというふうに思っています。放射能の被害っていうのは、その WHO が言ったから少ないんですよ。でもないわけじゃないじゃないですか。その人ががんになった時に、それは放射能の被害によるがんだったかもしれないっていうのは誰も否定できないんですよね。そのことに対してどうするんですかっていう話は、この間3回の中でもずっと言ってきたんですね。だからその地域割もおかしいじゃないかと、千葉だって栃木だっていろんなところにホットスポットあるじゃないかと、その人たちの不安どうするんだということについてはずっと言ってきたんで、それを全部ねなしっていう話にするのは到底認められないというふうに思いますよ。健康調査をきちんとしてくれというのは、大勢のお母さんたち、お母さんたちだけではないですけど、住民の要望、宮城県民の要望なので、そのことに応えるような政策はやっぱりやっていただきたいということです。私たちにとってはですね、やっぱり政府の言うことが今までの結果からすれば本当に信用できないと。だから言葉だけで安心ですよと、心配いりませんよということでは、全然本当にまた騙されるんでないかという思いしか出てこない。したがってやっぱりきっちり定期的な検診を行って、その結果を伝えていただいて、今異常ありませんと、さらに定期的に検査をしながら安心を取っていくというふうにしていただきたいと。国がやっぱり自ら責任を持って対応するということよりも、各県なりその県の方に専門委員会を作ってもらって、そこで判断をしてもらうという回答がほとんどだったという部分でいうと、全く無責任極まりないという思いをしています。もっともっと国が前面に立ってですね、責任を持って、被災者に対するに被災者に寄り添った形の支援、政策を取っていただきたいなというふうに思ったところです。